皆さんこんにちは。今日は霊夫妻を語り継ぐ音楽と公演の図にたくさんの方をお集まりくださり感謝します。ここはこの会場の第1部で、第2部は2階にホールがありますから、そちらでございますが、第1部はまずこの、オルガンを聴いて、それで皆さんと、歌うような場面もありますね。なんかオルガンを囲んで、最後に忍ぼう、そういう趣旨の会です。で、このオルガンですね、これはこの教会100年前からあるオルガンです。100年経ってます。で、100年経ってというよりは作られたのは100年前ですね。で、この教会に入ったのは98年前だったんです。だからこの教会に98年間置かれたようなんです。で、大変貴重なオルガンなんですけど、今日はこのオルガンの音色を聴いていただいて、そしてまた皆さんと声を合わせて何かいただきたいと思います。で、オルガンのことについては、このパンフレット、今日、パンフレットですね。裏表紙の前に書いてありますので、いつもでご覧ください。で、今日は僕が私は申し上げました、相馬瑠璃に来ています。で、この蓮、宮沢蓮事件を考える会の係を許可して、思っていくと同時にですね、この教会の教会にがあります。で、昔、蓮祭をこの教会にてお会いしたことがあります。ということで、蓮祭っていうのは、本当に思い出しますからね。では、蓮祭のことを忍んで、こういう実用を持ってたことを大変嬉しく思います。それで、この第1の展開ですが、私が何か言うよりも、実は、今日、演奏してください。三浦泉さんが、この後は全て、看護師さんと一緒にこの会を展開していこうと思いますから、そちらにお任せしようと思います。で、私は特に申し上げることがないんです。だから励ますというのが私の仕事で、これから励ますというの、で、あとは泉さんよろしくお願いします。皆さんこんにちは。今日蓮夫妻を語り継ぐ会の第1部を担当いたします、三浦泉と申します。ここの教会のオルガンリストをしております。後にフルートで一緒に共演してくださる川本さんもちょっとご紹介いたします。3曲オルガン弾きまして、その後に3曲フルートとご一緒に演出させていただき、また歌の時もフルートで助けていただこうと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。オルガンのことについては先ほど表紙の裏の表紙のところに書いてありますというふうに相馬さんがおっしゃってくださいましたけれども、一つだけこのオルガン100年前と言われには切れたなと思われる方多いんじゃないかと思うんですけど、実は一昨年の10月にですね、あまりにもひどい状態だったものですから、長野の方に送りまして修復をいたしました。それで1年と2ヶ月かかりまして、去年の12月にとこういう綺麗な状態になって戻ってまいりましたので、塗装も綺麗にされております。とても100年前のものとは思えないような感じがいたします。出ない音もいっぱいあったんですけれども、それが全て解消されまして、今とってもいい音色を響かせてくれています。これで今日1曲目にお弾きするラルムなんですけど、確か一昨年の夏この同じ頃にやっぱりこの語り伝える会のすごいで、その状態の非常に悪い状態で
あのこのラルゴを行かせていただいたんですね。で今日はそのリベンジとして良くなった状態で強弱も少しいろんな音も出るし、もう一度このラルゴを聴きいただきたいと思ってまずこの曲を選びましたのでお聴きください。
ずラルゴですって言って始めちゃいました。これはヘンデルの、本来は歌曲の、皆さん多分よくご存知のオムラマイク、マライア・キャリーが歌ってコマーシャルなどにも流れて有名になったものなんですけれども、オルガンでは古くからこれをラルゴとして弾いております。ラルゴっていうのは音楽の、テンポの記号でとてもゆっくりとという意味です。で、次に弾きますのもまたラルゴなんですけれども、これはこれも皆さんよくご存知だと思うんですけど、交響曲新世界ドボルザークのですね、私は今日この曲をドボルザークの新世界を弾くというよりは、日本で家路としてとても親しまれている遠き山に日は落ちてという歌詞のあの曲として弾きたいなと思います。というのはですね、去年の8月に教会で聖救者記念礼拝というのを天井に送った人たちのことを覚える礼拝があるんですけど、その時にうちの牧師が今日そこに来ておられますけれども、牧師が窓一線という説教をなさいました。この窓一線というのは一円二円の円に居室の居と書いて窓一と読むんですけど、この家路の最後のところにイザヤ楽しき窓一線という歌詞が出てくるんですね。で、そのことを牧師は説教の中で、窓一とは家族が食卓を囲む風景であるというふうにおっしゃいました。で、天井に送った友のことを覚える会ですから、今は亡き友の天井に行った友の人たちとも共に同じ食卓を囲んで神を賛美するというような意味合いのお説教されたんだろうと思いますが、先生違ったらごめんなさい。その時にこの家路をオルガンで一回弾いてくださいと言われて弾きまして、ああ懐かしいな、こんな曲あったなと思って、ずっとこのことが心に残っておりましたところ、この津川修一さんの編曲したオルガン曲の新世界ラルゴをつけてとても嬉しかったんですね。それで本当に綺麗な曲で、私たちの日本人の心にもジーンとくるような懐かしい曲ですので、ぜひこれを天国にいらっしゃるコーリーさんや宮沢さんも共に食卓を囲むということも覚えて、ぜひ皆さんに聴いていただきたいなと思ってこの曲を選びました。どうぞ。
次の曲は何か平和の平和を思わせる曲はないかなと思って探してこれを見つけました。 J.B. バッハですから、 J.S. バッハ、セバンシアン・バッハ、あの大バッハではないんです。バッハはすごく音楽家の経歴で、たくさんの息子やおじや父やそういう大音楽家に囲まれて暮らしておりましたが、この J.B. バッハについてはですね、詳しいことはわからないのですが、何時平和の君、イエス・キリスト、平和を持って聞きたいと思います。